皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2012年公開の、キャビン。現代、ザ・キャビン・イン・ザ・ウズ。監督はドリュー・ゴダード。脚本は、ドリュー・ゴダードとジョス・ウィードン。主な出演は、クリステン・コノリー、クリス・ヘムズワース、アンナ・ハッチソン、など。森の別荘へとやってきた大学生の男女5人。彼らが恐ろしい内容が綴られた古いノートを地下室で発見し、呪文を唱えてしまったことから、何者かが目を覚ましてしまう。一方、彼らの知らないところではその一部始終が監視されていた。というストーリー。ホラー映画を知っていれば知っているほど楽しめる、オマージュがたっぷり詰まっているメタ的なホラーの良作。一見 B 級ホラーだが、真面目に怖がる系の作品ではなく、パロディーなどのお笑い要素がかなり多い。次第に阿鼻叫喚になっていくのは期待通りで、痛快。でも終盤になると、明らかに広げすぎた風呂敷が手に負えなくなり、最後のまとめ方がちょっと雑なのは残念。ということで、評価は。Thumbs up!